どうもキスドラです。今回は僕がやっていたセンター試験対策を紹介したいと思います。以前二次試験対策とか北大の魅力についての動画を出した時に、センター試験対策で何やってましたかとか Twitter とか、YouTube のコメントの方で聞かれたので、ざっと紹介していきたいと思います。僕の当時と今のセンターって多分出題範囲とか変わってて、多少そのギャップはあると思うんですけど、センター対策の仕方のコンセプト自体は変わらないので、一つの参考にしてもらえたらなと思います。最後の方に全体を通してセンター対策って何が大切なのかっていうのを まとめるので、それもぜひ参考にしてもらえたらなと思います。それでは見ていきましょう。はい、まず僕が受けた科目なんですけど、国語、英語、数学 1A、数学 2B、物理、化学、日本史 B になります。で、国語なんですけど、僕がもともと苦手だったっていうのと、あと二次試験で使わないっていうことで捨てました。僕が日本人を辞めた瞬間ですね。なので国語以外をそれぞれ紹介していきます。はい、まず英語なんですけど、使っていた単語帳が音単と夢単になります。で、音単は学校側で使っていたものなので、通年で使っていて、特にセンター試験対策用に買ったっていうわけではないんですけど、非常に見やすくて使いやすかったです。で、夢単は友達が学校で使っていて、一度見せてもらった時にすごい使いやすそうだなと思ったので、これを使うことにしました。で、夢単って1個2個下のレベルもあるんですけど、音単の方でほとんど基礎はできていたので、二次試験の対策も兼ねてということで青色の夢単にしました。で、次文法なんですけど、文法はネクストステージ、通称ネクステっていうものを使っていました。で、これも学校側で支給されていたものなんですけど、めちゃくちゃおすすめです。一冊で文法を網羅できるプラス、その文法を使った問題がすぐ横に載ってるんですね。なので文法を学んで、それをすぐ隣の問題でアウトプットできるっていう、非常に使いやすかったです。受験以外にも英語を学び直したい人とかにも全然おすすめできる一冊になっています。で、英語が得意だったっていうのもあるので、あとはセンター試験の赤本を解いて終わりました。はい、次数学なんですけど、数学に関してはもう問題解くしかねえなと思っていたので、センター試験の過去問、赤本と実践問題集っていうのをやっていました。で、よくチャート式とか聞いたり、人気だったりすると思うんですけど、でほとんどの人が分かると思うんですけど、あれすごい量じゃないですか、分厚くて、なんで数学だけにこんなに時間かけてられないっていうことでチャート式はやってません。はい、次物理なんですけど、物理は学校で使っていたセミナー物理っていう問題集をやっていました。で、これ確か基礎と応用と発展問題みたいな3つの難易度の問題が確か載っていて、センターだけじゃなくて二次試験対策もこれでできます。それプラスセンター試験の過去問赤本と、こっちも実践問題集っていうものを使っていました。物理に関してもたくさん問題解いたって感じです。次化学なんですけど、化学も物理と同じで学校側でセミナー化学っていう問題集を使っていました。これがマジでおすすめできる教材になります。各分野の教科書の内容をギュッと凝縮してまとめられていて、問題も本当にいい問題ばかりで、これ1冊でセンター9割とか全然取れるレベルだと思います。で、それプラス赤本とさっき言った実践問題集をやっていました。最後日本史なんですけど、これはもう覚えるしかないじゃないですか。なのでセンターの過去問赤本をとにかく必死に覚えました。それプラス日本史一問一答っていうのをやっていて、日本史も二次試験で使わないっていうことなので、極力隙間時間だけで8割以上センターで取れるように頑張ってました。はい、最後全体をまとめると、どの教科も共通してとにかく問題を解きまくるっていうのが、一つ大事なことかなと思います。で、この理由として、例えば物理の問題なんですけど、
5キロの鉄球をある地点から落とした時の5秒後の速度を求めなさいみたいな、まあ、問題よくあるじゃないですか。でそれって同じような問題って、ただ鉄球の重さとその何秒後かっていう数字が変わるだけで、1回解けたら解けるじゃないですか。もう解き方が分かっているので、まあ、なので同じような問題って解く意味ってあんまりなくって、そうじゃなくて鉄球を上に投げ上げた場合とか前に投げ出した場合とか、そういういろんな種類の問題に触れて、とにかく初見の問題をなくすっていうのが大事だと思います。初見の問題って解き方がわからない、知らない問題なので、まず解き方を見つけなきゃいけないじゃないですか。まあ、センター当日に問題開いて一度も見たことない問題がバッて出てきたら、まあ、メンタル的にも絶対きついじゃないですか。まあ、そういった理由で僕はとにかくたくさんの問題に触れるっていうことを、まあ、重要視してセンター対策をしていました。はい、いかがだったでしょうか。これが僕が行っていたセンター対策になります。であとは本当に時間との戦いになると思うので、まあ、大学ごとのセンターの圧縮率とか、二次試験ではどの教科を使うのかとか、まあ、そういったものを見ながらどの教科に時間を割くべきなのか、この日までにこの問題集を終わらせるとか、センター当日までに間に合わなかったとならないように、まあ、しっかり計画的に進めていってください。まあ、本当にセンター試験は勉強大変だと思うんですけど、まあ、ぜひ最後まで頑張ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけね。